とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はこれ、使います。この前出ました森の矢筒ですね。254。まあ、255、6が欲しいんだけども、これで我慢しましょう。252のやつも装備してます。これプラス、ネバネバの弓。バブルバースターですね。これ、リフレッシュがついてまして、森の矢筒だったらば、リフレッシュが発動するんだよね。なので、どうだろうか。防具は、旧兵のアーマー。これでいきます。臆病が入ってますね。それでは、行きましょうか。森の矢筒一つを、カバンに変えてきました。うん。こっちの方が、いいと思う。多分ね、火力不足になると思う。いやいや、そうでもないか。あ、いや、そうでもないかも。いや、でもまあ、一応こっちの方がいいでしょう。確かに火力はね、これ十分あると思うんだけども、稲妻の矢筒ほどでもないよね。なので、念のためにこっちを入れてた方が良さそう。矢はね、まあ、枯渇しないと思うんで、大丈夫でしょう。で、リフレッシュはどんな感じ？あ、効いてるね。リフレッシュ十分効く。めちゃくちゃ効いてるよ。はい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 。あ、なるほど。火力ゴリゴリの稲妻の矢筒か、火力も そこそこあって、リフレッシュもできる森の矢筒か選べるようになったって感じか。あーでもそうね、矢筒1個じゃちょっと矢が枯渇する。なのである程度増やしてから装備を変えた方が良さそうね。ある程度増やしてから200本ぐらいじゃないとちょっと足りなくなるかな。いくら矢筒を装備してたとしても、あ、でも今回は大丈夫そうです。 OK。 あ、でやっぱりパワーポーションないと若干倒しにくい。じゃパワーポーションあればもう十分十分、全然いける。もうこの装備で良さそうね。カバンも入れて、でもしもの時は、影の武竜が出るので、それで緊急回避もできるし。おっと待て、もう危ね。多分あれなのよ、変更にものすげえ弱いと思うのよ。なので変更が出てきた時にはもうすぐにね、影とか使って逃げるようにしないといけませんね。 OK。 よし、どこ？お前か。できれば全員いてほしい。え、何？虚無エンちゃんと思ってるか。待て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 、おいってやめろ本当に。で神秘、うわ、ナイトモードきついぞ。なかなか厳しいナイトモードが来た。でキャプテンがあと3体ね。クリーパーがねちょこちょこ出てきそうなんで、それが、ああ、違うにいた、怖いな。虚無がどれほど影響が出るか。あるよね、影響あるよね、絶対。一応攻撃は受けないように、まあまあ受けるけども、あまり受けないようにしていきましょう。 OK、 いる、おい、 OK、 いいんじゃない。よし、旗もね回収しやすいね。よし、完璧です。で矢も
こんぐらいあれはもう10。あ、ちょっと待って、変更。変更無理。ちょっと待って、変更は無理だわ。うん。特にこのバブルバースター装備してると、変更無理。オッケー。まあまあ抜けましたね。このまま、ボスまで行きましょう。まあ、もうこれ、ぴょんぴょんで、快適に進めるので、このまま行っちゃいましょうか。おいおいおい、すげえ数だな。うん、すげえ数だけど、全然いける。でも、ポーションバリアを常に使っていけるっていうのがやっぱでかいよね。うん。これで全然いけてるもん。お、もう最後かい。早っ。早えな。もう最後まで来ました。よし。で、臆病も発動してるね。うん。いいんじゃない？で、パワーポーションと、影はある程度出しときたいね。オッケー。あ、十分じゃない？いきます。どんぐらい与えれるか。あー、ちょっとずるかった、ごめん。これちょっとずるかったな。うん、あー、ちょっと戦略的にずるい、ごめん。あー、ポーションバリア使ったと思ったんだけど使えてなかった。いやいや、でもまあそういう装備だからね、これ仕方ないもん。 OK、 よし。あぶね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 。よし。ああ、もう倒したと思ったけど倒してなかった。まああと一発っすね。はい、終わりー。まあまあいいんじゃないですか、この装備。うん、まあ確かに稲妻の矢筒ビルドの方が俺は強いと思う。でも、まあ、場所によってはこれも全然ありだと思います。火力もそこそこあるし、ポーションバリア使えるっていうのがでかいよね。もしかするとこの旧兵じゃなくってウィザーを使った方が、正解なのかもしれません。そこまで火力を求めずね、耐久力を入れた方が安定するかな。はい。ということで、今日はこんな感じでした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。